はい、皆さんこんにちは、ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。今日はですね、仮想通貨ビットコインのマーケットを見ていきたいと思うんですけれども、その後にですね、ここ最近非常にアメリカ以外の国で政治ですとか、まあそういった経済関係も含めて非常に注目を集めているニュースが出てきておりますので、まあそういったところの続報を皆さんと一緒に見ていきたいと思いますと。で、それに加えてですね、ここ最近ビットコインのマーケットでまた大きな変化が出てきておりますので、そういったところです、皆さんと一緒に今日はその後にですね、一緒に見ていきたいと思います。で、まずはですね、ビットコインのマーケットをこちら見ていきたいと思うんですが、現在ビットコイン19,300ドル近辺を推移しております。一旦ですね、ビットコインに関しましてはちょっと大きく跳ね上がって、まあ跳ね上がったといっても、まあ19,700ドル近辺まで上がって、まあその後また下に戻ってきているというような状況ではあるんですけれども、まあ少しボラティリティが出てきそうだなという雰囲気は、まあ若干出てきているかなという感じは、あるのかなと思います。で、これは仮想通貨だけではなくて株に関してもそうですし、まああとは金利に関しても、まあちょっとですね、動きが少し止まったような感じはまあ、あったんですけれども、また新たにですね、マクロ関係、そして、まあ、そういう政治経済関係のニュースですね、出てきておりますので、またそういったところを、まあ、見ながらマーケットが若干動いているというのは一定程度あるのかなと思います。で、それに加えてイーサーなんですけれども、こちらもですね、また同様に大きく、まあ、昨日今日ですね、大きく上昇して、その後戻ってきてはいるんですけれども、まあ、少しずつ上昇基調に行くのかどうかみたいなところがマーケット今気にしているポイントではないのかなと思うんですが、一応ですね、11月の2日に FOMC の結果がですね、まあ、発表されるということで、まあ、それまでの間は大きな、まあ、上昇があったとしても FOMC で一気に大きくドーンと下がる可能性もあると思うので、まあ、あまり今のこの上昇だったりとか動きについていく必要というか、まあ、あまりついていかない方がいいのかなというふうに僕は思っておりますと。ただし逆に今回の FOMC を受けてマーケットの方向感が一気に出るという可能性は十分にあると思うので、ある程度その FOMC を起点とした動きが出てくるよというような準備っていうのはある程度しておいてもいいのかなと思いますと。で、まあ、じゃあどういう準備があるかっていうと、ある程度マーケットで例えば今回このFOMC の前に大きく上昇もしくは下落みたいなのがあったとしたら、そこのポジションを一旦フラットにしておくっていうのも一ついいかと思いますし、またご自身で今後の展開に非常に強く確信があるようであれば、そういったところの方向感のポジションを取っておくともいいのかなと思うんですが、まずは11月もそうですし、12月の FOMC もかなりやっぱり重要になってくると思うので、 FOMC を一個一個こなしながらしっかりとした方向感を出していくっていうような感じになると思いますし、まだやっぱり来年まではですね、来年まではというか来年の前半、中旬ぐらいまではマーケットではまだダウンサイドを見ながらの展開になるんじゃないかなと思うので、仮想通貨だけがぶっ飛んで上に上がっていくっていうのは正直想像できないんですよね。ですが仮想通貨に関してはある程度下がりにくい状況にはなってきてるんじゃないのかなと思うので、ポジションの構築みたいなものを時間をかけてゆっくりしていってもいいのかなというふうに僕は感じておりますと。で、今日はですね、この他に株式そして金利のマーケットも一緒に見ていきたいと思うんですが、まずはですね、今日株式マーケットについては、若干じわ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 また上がってきているような感じですね。で、特にダウに関しては大きく続伸をしておりまして、ちょっとここ最近の大きな下落、上下したものが一旦そこになっているような感じにはなっていますと。ただしこれについても FOMC によっては FOMC に結果によってはまた大きく戻る可能性もあるんじゃないかというふうに見ている人もですね、非常に多くいるので、この上昇にはとりあえずはついていかないっていうのがどのマーケットにおいてもいいんではないかなと思います。で、それを判断していく上で非常に重要なのが金利のマーケットになっていくと思うんですが、金利のマーケットについてはかなりやっぱり高止まりをしているような状況になっているんですよね。なのでトレンドとして転換をしているというよりも、今のマーケットのこの金利上昇のトレンドがどこまで続いていくかっていうのを一旦見極めるのが株式マーケット、そして仮想通貨のマーケットがリバウンドしていくかどうかというところを占ってくる非常に重要なポイントになっていくかと思います。で、10年債の金利も非常に重要なんですけれども、それよりも今やっぱり2年債の金利というところを注視をして見ていきたいと思うんですが、2年債の金利に関しても引き続き 4.5% を維持しているというような状況なので、まだまだこれから金利上昇のトレンドをまだ諦めたというわけではないのかなというふうに、こういったところを見ると分かるかなと思いますと。で、これに加えてですね、皆さんと一緒にFOMC での金利織り込み状況というところも含めて、これからマクロ関係のニュース、政治関係のニュースというのを見ていきたいと思います。
で、その前になんですけれども、あと本当この1週間限定なんですが、 ZoomX さんの概要欄の方のリンクから登録いただきますと、通常1回のところ2回の上限で、初回入金ボーナスもらえると。で、最高$700、まあ、その700ドルがダメだったとしても600ドルは最低もらえるような今キャンペーンをやっておりますので、ぜひですねそちらをご利用いただければと思っております。まあ、あと1週間でこのキャンペーン終わってしまうので、1週間後、まあ、プラス1日ぐらいですかね、リフォームしてくるので、こういったところを利用しながら、リスクマーケットの、まあ、そのリスクのヘッジだったりとかリスクテイクっていうのをしていただけるといいんじゃないかなと思っております。はい、ということでまずはこちらですね、 FOMC での金利織り込み状況というのを見ていきましょう。11月に関してはもうほぼ 100% 75ベースポイントの利上げが織り込まれています。で、12月についてなんですけれども、すみません、こちらですね、12月についてなんですが、このですねサイトがアップされませんね。はい、今どういう状況かというと、前日までは50ベースポイントの利上げがまあメインシナリオみたいになってきたんですが、まあ、今日この24時間、まあ、週末を挟んでの時間で、またですね75ベースポイントの利上げの方にじわ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 傾いていっているというような状況になっています。で、一応2月こちらもアップされませんけれども、2月の状況はどうなっているかというと、2月に関しては12月が75ベースポイントの利上げだとした場合、追加で25ベースというのが今メインのシナリオになっておりますと。で、そこから50ベースポイントの利上げっていうのも、まあ、今ちょっと織り込まれてはいるんですけれども、状況としてはだいたい 20% ぐらいだったかな、まあ、それぐらいなので、まあ、まだ可能性としては低いというふうにマーケットが見ている状況になってます。あ、ちょっと変わりましたね。はい、こんな感じですね。これが50ベースポイントの利上げの可能性で 22.5% ですねに、まあ、まだしか織り込まれてないという感じですね。で、これに関しては FOMC そして次の CPI を受けて大きく変わっていくんじゃないかなと思うので、引き続きこのあたりの数値というのをまずは注目をしていくことで、今年そして来年の前半のトレンドというのを形成していくような流れになるんじゃないかなと思っております。はい、でここからですねニュース見ていきたいと思うんですが、まずはですね今日イギリスの新しい首相が決まりましたと。で、この方はリシ・スナクさんという方なんですけれども、インドの方ですね、もともとお父様お母様がですね、まあ、インドの方から移民で来たという方だと思うんですけれども、この方はですねもともと非常に裕福な家庭で、プラス奥様がですねインドの富豪の方らしいんですけれども、まあ、そういった家庭もそうですし、まあ、彼のその一緒に何て言うんですかいるパートナーも含めて非常に裕福な家庭で育ったというような方ですね。で、かつ、オックスフォードだったかな、イギリスの非常にいい学校に行っていて、その後にゴールドマンサックスで働いて、でその後ヘッジファンドで働いて政治の方に入ってきたというような、まあ、政治というか官僚として働いてたというような方ですね。で、前財務省のトップだった方だったと思うんですけれども、まあ、そういったこともあって非常に金融マーケットから信頼が高いということで今回抜擢されたというような形だと思うんですけれども、まだ42歳で非常に若いんですよね。で、プラスそれに加えて今非常に注目されているポイントの一つとしては、クリプトについても非常に前向きだということで、クリプトのマーケットがこれで盛り上がっているというわけじゃないんですけれども、まあ、一つ世界のトレンドとして、こういったクリプト関係に明るいというか前向きな人が結構主張になることが多かったりですとか、あとは今こういった状況もあるので、やっぱり経済政策だったりとか財政政策というところに対して非常に強みを持った人材というのが結構求められているのかなというふうに僕自身は感じていますと。で、特にやっぱり今バイデン大統領を見てても分かりますけれども、特にやっぱりその政策面で非常に不安があるというような印象もあると思いますし、それによってその財務省だったりとか、あとはFOMC、FED ですねとの連携っていうのも、あまりその正直うまくいってるとは言えないと思うんですよね。なので、そういったところの今力が特にこういった、世界的な情勢っていうのもあるので、政治交渉力っていうところを含めて求められているような人材だからこそ今生まれたような状況なのかなというふうに思っております。はい、でプラスこれに加えてですねもう一つ見ておきたいのが JP モルガンのですね会長の方なんですけれども、この方がですね今後インフレを抑え込むためにはリセッションをですね代償として払わなければいけないというようなことをコメントしていました。ただし今後注目していくべきポイントについてはどれぐらいの
深さのリセッションですね、どれぐらいの、悪いリセッションが来るのか、そしてそれがどれぐらい長く続くかっていうのは、かなり今不透明であるということで、まだマーケットがいつ反発するかっていうのは正直わからなくて、まだまだ下を掘っていくよっていうふうに、コメントをしていました。でこれについてはゴールドマンサックスの CEO のですね方も同じようなコメントをしていて、金融関係の今トップの方でもう底打ちをしたっていう人は、正直今のところまだいないんですよね。でこれもやっぱり中央銀行の政策だったりとか、こういったものがどうマーケットに影響を及ぼすかっていうところだけじゃなくて、今現在どういうような影響を実際にマーケットに及ぼしているかっていうのを一番身近で見ている方々なので、そういった発言になっているというのも、一定程度あるんじゃないかなと思います。なので、まだですね、そんな早期に底打ちをして、特に上昇していくみたいなシナリオを、描くにはまだだいぶ早いのかなというのをこういったコメントから見ても、分かるんじゃないかなと思います。はい、でここから仮想通貨に関連したニュースですね、見ていきたいと思うんですけれども、まずはですねこちら見ていきましょう。今ですねビットコインのマーケットの中で、クジラの人たちから、いわゆるそのフィッシュって言われてるんですけども、非常に、ある程度その小さい投資家、我々のような一般投資家の方にビットコインが流れてるというふうに言われています。でこれはどういう意味かっていうと、大口の人がどんどん売っているのを、1万8000ドルから1万9000ドル近辺で、いわゆるフィッシュ、我々のような個人投資家も含めて小さいビットコインの量しか持っていない人たちが、今どんどんそれを買い支えているというように今マーケットではビットコインのその保有割合みたいなものが移り変わってますよというのがこの記事になっておりますと。でその中でですね、一つ触れられていたポイントで面白いなと思ったのが、小さい投資家、いわゆるその個人投資家がビットコインをより多くこれまでも持つことによって、一層の下落圧力につながる可能性があるんじゃないかというふうに言ってるんですよね。でやっぱりそれはそうだなと思ったんですけれども、大口の投資家であればあるほど、非常に体力がありますね。体力っていうのは余剰資金があるということなんですけれども、逆に個人の投資家がビットコインを大きく持つことによって、もし大きく下落した場合、投げ売りなんかがより出やすい状況に今あるんじゃないかというふうに言われていますと。なので今後またマクロの関係のニュースが一層悪化することがもしあれば、マーケットの予想よりもですね、大きくビットコインが下落をして、で今、非常にですねレバレッジレシオっていうのもどんどん高くなっていると皆さんにお伝えをしていますけれども、そういったところの売りみたいなものも相まって、大きく下に、今マーケットで見られているのは1万4000ドルとかって言われてますけれども、そういったところに向かって突発的に下落していく可能性も、一定程度、見ておいた方がいいのかななんていうのは感じてはおりました。ただし、さっき申し上げた通り、結構その個人投資家がですねどんどんやっぱり買っていることもあって、今マーケットが非常に底堅いですよね。でここをブレイクして一旦下がって、人が単発的にもしかすると先物ベースで投げ売りは起こるかもしれないんですけれども、現物ベースで果たしてここから大きく下げていくかっていうと、可能性はそこまで高くないかなというには思いますね。でプラス下がっていったとしても、そんなに下の方で這いつくばって価格が推移するってことはあまりないんじゃないかなと思うので、結構そのあたりでまた買いが入ってすぐに戻ってくるような感じになるかと思うので、そういった形で大きく下がった場合には僕もしっかりとちょっと大きめの割合で買っていこうかななんていうのは考えてはしています。はい、でもう一つなんですけれども、ビットコインがですね2023年に大きくジャンプするんじゃないか、上昇するんじゃないかってことが、いろんなところで本当に言われていますと。でこれの一つ大きな理由としては、マクロ関係の改善というところも一定程度話の中では出てきてはいるんですが、2024年のビットコインの半減期を迎えるというところの中で結構ですねそこでポジションを構築していくような動きもあって、バーっていったその半減期に向けて上がっていくんじゃないかっていうような予測も出ていると。ただしその中で結構面白いデータとしては、半減期を迎えてすぐさまブワーって上がっていくっていうよりも、だいたい数ヶ月かけて、もしくは半年くらいかけて上がっていってオールタイムハイを形成するっていうような動きがこれまでは常だったので、結構ここ最近はこの半減期のあまりにも期待とか注目っていうのが高まりすぎていることによって、半減期が来る前にマーケットが上がっていくってこともなきにしもあらずかなと思いますし、
思ったよりも早く半減期が迎えたとしても、もしくはまあ迎える前ということはもしないかもしれませんが、早い失速というものを見せる可能性も十分あるんじゃないかなと思って、まあ、そのあたり僕はちょっと、まあ、警戒というか、その半減期が来たからじゃあこれで上がるよみたいな感じの流れよりもある程度ちょっと先回りして動いておかないと、もしかしてその大きな半減期への上昇みたいなものは取れないかもしれないな、なんていうことはちょっとここ最近は考えております。はい、でもう一つなんですけれども、テスラがですね、今抱えているビットコインの、まあ、減損というか、損失に関しては、2022年の、まあ、これまでの9ヶ月で、まあ、大体170ミリオンぐらいになってますよと。で、これを受けて、まあ、売却するんじゃないかどうかというところについては、触れられていないですし、イーロン・マスクについても今後またビットコインを買っていくっていう話も、まあ、出てはいるので、まあ、この記事はだからなんだっていう感じはあるんですけど、まあ、今決算シーズンだからこういったまあニュースが出てきているっていうだけで、まあ、あまりその、追加的な売りが動画だとかっていうようなことを推測して関われているわけではないですが、今後テスラがどういうような形でこのビットコインの処遇に関して言及をしていくかっていうのも一つ非常に面白いポイントになるんじゃないかなと思うので、テスラの決算ご興味ある方はチェックしていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、で次なんですけれども、さっきもちょっと言った通り、まあ、クリプトフレンドリーの、まあ、この方ですね、スナックさんが、プライムミニスターになりましたというようなことが、まあ、ニュースで出ております。これはですね、結構やっぱりまた大きなニュースに今はならないと思うんですけれども、まあ、今後 CBDC の検討していく上でだとか、あと今イギリスはですね、非常に厳しいクリプトの規制、まあ、宣伝というところも含めてやってるんですよね。でこれがもし状況が変わってくるようであれば、まあ、かなりマーケットには、まあ、センチメントとして、まあ、一ついい流れだよねっていうのはできると思いますし、まあ、グローバルの中でイギリスっていうのはです、ね、非常にこのクリプト関係のマーケットとしても大きいサイズを持ってるんですよね。なので本当にこのイギリスがクリプトフレンドリーの国になっていくようであれば、一定程度の影響はあるんじゃないかなと思うので、まあ、彼がどういうふうに今後政策を、まあ、そして規制をですね、向かって、まあ、取り組んでいくのかっていうのは注目をしていきたいポイントかなと思います。はい、ってことで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。マーケットちょっと動き出しそうな感じはなきにしもあらずかなと思いますが、まあ、それはやっぱり FOMC を見てからの判断というところが、まあ、僕はいいんじゃないかなと思いますし、もうこれ本当に何回も何回も僕は言ってると思うんですけれども、今のマーケット環境でそんなにすごく大きく、また何か動きが出るような動きっていうか、そのまあ、アップサイドに行く方向っていうのも、まあ、正直ないと思うんですよ。まあ、逆に言うとダウンサイドも正直ないと思うんですね。で今我々がケアしておかなきゃいけないことって何かっていうと、ものすごく何かいいニュースが出て状況が変わってアップサイドに行くリスクっていうよりも、今顕在化してないダウンサイドへのリスクの方が、まあ、結構重要なんじゃないかなと僕は思っております。でどんなことがあるかっていうと、先日イギリスの方でですね、まあ、金融危機みたいなのが起こりそうになりましたけれども、まあ、同じようなことがヨーロッパの方で、まあ、起きてもおかしくないと思うんですね。でプラスこれに加えて、今中国の株が、まあ大きく下落してますよね。っていうのも中国の今5年に1回かなの、まあ、閣僚っていうんですかね、そのトップセブンのその人たちの、まあ、人材のその配置みたいなのが変わって、ますます習近平主席の、まあ、なんていうんですかね、まあ、やりたいような人員になっていると。でプラスそれっていうのはやっぱりそのイノベーションとか、まあ、その経済的な自由を企業に持たせるというよりも、まあ、完全に国家が、まあ、いろいろ、まあ、独裁というかやりたい方向に、まあ、全てを主導権を持っているというような感じなので、まあ、結構その企業としてはやりづらいというようなことで、軒並みいろんなところの株価、特にまあテック関係が大きく下落してるんですよね。でこれらを受けてまたその中国国内だけでもそうですし、他の国のまあそういった関連ファンド、そして今後また追加的にヨーロッパの方でもっともっとその状況が、まあ、その経済的状況が悪化していってきた時にそのダメージを食らう可能性があるファンドっていうのも潜在的にあると思うんですね。でまあ、そういったところの何かしら、まあ、その危機的状況だったりとか、あとは政治関係で、
まあ、ロシア、ウクライナ、そしてまあアメリカ、中国、まあ、そのあたりが絡んでいくようなところで、何か地政学的リスクで非常にまあ大きな爆弾を抱えているようなものもまあいろんなところにあると思うので、まあ、そういったところが何か出てこなければいいんですけれども、もし出てきた場合、まあ、マーケットでのそのパニック売りみたいなものが出る可能性もあるので、そこはですね非常に大きなリスクとしてしっかりと捉えておく方が僕はいいんじゃないかなと思っております。はい、ということで今日も皆さん動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。